坂木原翼は、オリックスバファローズに所属する千葉県銚子市出身のプロ野球選手、宇藤右内ち。日本人の父親とタイ人の母親の間に生まれた、ハーフ。銚子市立高上小学校4年生時に、高新スポーツ少年団で野球を始め、銚子市立第二中学校では、同校の軟式野球部に所属した。高校は、 埼玉県埼玉市緑区の浦和学院高校に進学。2年生の春の第87回選抜高等学校野球大会ではベンチ入りを果たす。チームはベスト4に進出するも登板機会はなかった。2年生の秋の秋期埼玉大会で優勝し、秋期関東大会に進出するが、準々決勝で気流第一高校に敗れ、 二年連続の選抜出場はならなかった。三年生の春の春季埼玉大会を制覇したが、夏の第98回全国高等学校野球選手権、埼玉大会では4回戦で私立川越高校に0対1で敗れた。2016年10月20日に行われたプロ野球ドラフト会議にて、オリックスバファローズから育成選手二巡目指名を受けた。 11月29日、埼玉市内で入団交渉を行い、支度金300万円、年俸250万円で契約合意に達し、12月18日に大阪市内で新人入団会見が行われた。背番号は124となった。2017年はウエスタンリーグにおいて13試合に、当番12回1、3を投げ、2勝1敗。 三セーブ、防御率1.46の成績を残した。2018年、シーズン開幕前の3月15日に、支配下選手への昇格が、球団から発表され、3月19日に、NPB 工事された。これに伴い背番号は61に変更された。その直後のオープン戦期間中に一軍に合流、3月25日の阪神タイガー,アース戦に、登板し、 当初は、この1試合限定のテストの予定であったが、鳥谷隆糸井藤義を、ウィリン・ロサリオと阪神の2の4番に対し三者凡退に抑えたことを評価されて、急遽開幕1軍入りが決まり、3月29日に正式に公示された。開幕カード3戦目の4月1日の福岡ソフトバンクホークス戦で8回裏から5番手で、 プロ初登板を迎えたが、一死も取れずに5失点を喫して降板した。高めに浮いた直球を通打された点を反省点として、その後はファームにて低めの請求を心がけた調整を行い、その結果シーズン終盤に先発要員として最昇格。プロ初勝利こそつかなかったものの、3度の先発合計で17回を2失点に抑え、9S2 回を記録した。 2019年は、自身初の開幕ローテーション入りを果たし、シーズン3度目の先発登板となった4月17日の、北海道日本ハムファイターズ戦で6回を6、被安打1失点の内容でプロ初勝利を挙げた。オリックスの育成入団投手が一軍公式戦で、勝利投手となったのは坂木原が初である。5月22日のロッテ戦で、清田育弘に、 ソロ本塁打を浴びるまで開幕から本塁打を許さず、シーズンに当番目の4月7日楽天戦から6月19日の巨人戦まで10試合連続で QS を記録するなど、ローテーション投手として安定した投球を続けていたが、7月5日に右肩高カスジスジ損傷の診断により1、軍登録を抹消された。9月19日のソフトバンク戦で復帰したのが、 シーズン最後の一軍登板となった。シーズン合計で13試合に先発し、打線の援護に恵まれず勝ち星は伸びなかったが、防御率2.72位、3勝4敗の成績を残した。2020年の春季キャンプでは、当初一軍だったが、不調のためオープン戦が始まると二軍行きを命じられた。シーズン開幕後、左脇腹の違和感で離脱した山岡康介の代役として、 7月3日に一軍登録。7月24日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦の先発登板にいて、7回後、ヒア安打1失点の内容で414日ぶりの勝利を挙げた。8月7日の対千葉ロッテマリームズ戦の予告先発となった際、自身が女優の広瀬すずに似ていることから、広瀬すずの姉、広瀬アリスに似ているとされる相手球団のレオニス。 マーティンと絡められ、今夜、パリーグ、広瀬姉妹対決が、実現といった、宣伝動画が、パリーグ TV より投稿され、話題を呼んだ。なお、この試合でのマーティンとの2打席の対決では2三振を、奪うも、他のロッテ打線には打ち込まれて3回4失点で、降板した。味方が先発全員安打、毎回安打を達成する17安打を打つも、ロッテの得点には追いつかず、 坂木原はそのまま敗戦投手となった。ストレートの最速は時速152キロメートル。カーブを使った緩急をつけた投球を持ち味とし、スライダーやフォークも投じる。表情の豊かな甘いマスクの持ち主で、出場機会の増えた2019年からは女性人気が上昇している。女優の広瀬すずに似ている顔立ちと言われており、2019年11月24日の BS ファンフェスタ2019で各選手が助走して登場するオリコレクションが開催された時には広瀬を意識した助走を披露。これが人気を集めファンフェスタの MVP を獲得した。ありがとうございます。